より良い沖縄を次の世代へ、共に手を取り明日へ、つなごう沖縄プラス。いただきます。いただきます。豊見城市にある子どもの広場 in ガナハ、子ども食堂や学習支援などを行っています。香ばしい野菜とドレッシングがあって美味しいです。ごちそうさまでした。みんなが食べているサラダに使用されている野菜、この野菜が育てられているのはオフィス内でですね、野菜を育てていただいて、でその野菜を月に一度収穫をしてですね、県産食材を使用した加工品の製造販売やカフェの運営などを展開する与那覇カンパニー代表、与那覇仁さん。なかなかご飯というかですね、満足に食べられてないっていう子たちのお話をその聞いてですね、そういった 子も結構いるんだなっていうのを感じて、新鮮な野菜をたくさん食べてほしいと、サニーレタスなどの葉物野菜を手軽にオフィスで育てられるキットを考案しました。賛同企業はキットを購入するところから始まります。虫や雑菌が軽減できる特殊な土が使われていて、水を与えるだけでおよそ 3,4 週間で収穫できる仕組みです。現在20社以上の企業とこのプロジェクトを進めています。おはようございます。お野菜お待ちしました。はい、ありがとうございます。居場所の運営には欠かせないこの食支援ということで話は聞いております。新鮮な野菜ということで子どもたちも大変喜んでいるそうです。野菜嫌いの子が、少しずつ食べれるようになったりとか、彩りが良くなるということがありまして、すごい助かっております。企業が連携してオフィスで育てた野菜を子どもたちに届けるこの活動は SDGs の目標につながっています。今前